お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今日はね、ニャンク大戦争やっていきたいと思います。よいしょー。はい、というわけで今日はね、宇宙編やっていこうと思います。今まで日本編、未来編でやってきて、宇宙で今日から行くんですけど、あのね、宇宙編、今全然勝てないステージがあります。もう一箇所ですげー止まってるんですよ。すげー止まって苦戦してるんですけど、今日はね、秘策があります。こちら見てください。はい、というわけで最強ね、もう高獣ガオダークゲットしました。あざっす。なのでちょっとこいつをね、うまいこと使いつつ宇宙編今日は無双していきたいと思います。宇宙編木星からやっていくんですけども、火星ですらすごいですね。もう10回ぐらい負けました。全然勝てなかったですね。えぐいぐらい、もうなんか敵が強いですね。敵が強いので、もっともっとガチ引かなきゃなーみたいな思いながら、今日最後にね、プレミアムチケットで引くので、そこもぜひね、みんな見てね、と。というわけで、そう、ワニックですね。で、エイリアンが出るんですね。宇宙編はもうエイリアンが多いらしいので、このエイリアン対策で、まあ、猫サーチであったり、サイキック猫、あと、このね、水マリンちゃん、わざとね、経験値ダンジョン潜って、経験値集めて育てました。で、こいつですね。高獣ガオーザーク。いや、もう、かわいい。かわいいの、これ、わかる。かわいいしかっこいい。あのね、もうかっこかわいいの大好きです。もうドタイプです。はい。で、ちょっとここもまだ勝ったことないんですよ。まあ当たり前なんですけど、負けたんですよね。さっきやってしかも。なので、ちょっと今回丁寧にね、丁寧にお金貯めてやって、これ、高獣ガオダークね、わざわざ伝説レアの、ジャンヌダルク僕持ってるんですけど、ジャンヌダルクをさばいてまで、ここね、一枠、高獣ガオダーク出ました。それだけね、もう信頼してます。さあ、ガオダーク。いや、来るね。いやー、エイリアンですね。スーパーエイリアンだっけ。ちゃんとね、あいつのキャラにね、やっぱ名前があるので、よいしょ、エイリアンね、さ、ワーニック、メーメー。まあ、そのまんまっすね。はい、ワンちゃん、ワンちゃんがもうね、飛んでる。チューンでしたね。ナイス。いやー、これマジでね、強いんですよ。えぐくない？しかも、この、高獣ガオダークって、白色の敵、まあ、無属性って言われる敵にすごい強いんですけど、お前、色ついてる敵にも、多分強いんですよね。いや、勝手だね。イメージね、イメージね。いや、全然解けんやんけ。で、エイリアンに対して、この水マリンちゃんと、アマテラスとかが強いので、ちょっとその辺出したいね。いやー、ワンちゃんだけじゃ耐えない、ワンちゃんだけじゃ耐えない、マジで。いや、ワンちゃん出さん方が良かったかな、もしかして。いや、そんなこと言うな。僕、水マリンちゃん。いや、この子はエイリアンに強いから、いや、マジで勝ったことないね。この2列にする技をね、初めて知りましたね。一瞬止めるんですけど、左上のこの設定画面から出陣スロットを押すと、ユニット出すの1列、2列変えれるらしいんでね。これマジでね、視聴者の方に、ね、教えてもらって、これもう便利すぎる。マジで2列の方がすごいやりやすいですね。ぜひね、皆さんもちょっとやってみてください。OK。ここは一旦乗り越えたっすね。多分前ここのラッシュを耐えれなかったのかな。この後また強いのが出てくるのか。ですけど、いや、マジ結局はガオダーク。このゲームね、攻略しました。ガオーダークゲーです。はい。皆さんぜひゲットしてください。課金してね。行きましょう。よし。あー、いけるよ。で、アマテラスも強いんですね。で、このクロノストリガーっていうのも、なんかめっちゃ強いらしいっすね。で、僕のね、第2のお気に入り、キャスリーって、ね。まあ、ガオーダーク、いや、キャスリーがもう圧倒的好きだったんですけど、うわーい、来た。初めて勝った。マジででかい。マジででけえ。苦戦してたんですよね。さあ、続いて、土星ね、行きたいと思います。いや、マジでね、一個一個の難易度が高いんですよね。本当に高い。なんか、うわぁ、一角くんや、これ多分。僕の、うわ、一角くん2匹来た。いや、マジか、記憶が正しければ、一角くん3匹、来すぎやろ。え？お、メガネザル！なんか、メガネルみたいな。猿じゃないんですよ、メガネルみたいな名前。ちょっと待って、え？出撃できます？え？このキャラ使えんの？やばいって。やばい。このキャラ使えんとかね。しかも、待って、一角くんがおる。え、待って、これやばくね？これ絶対勝てねえよ。しかも、この、一角くんバカ強いんですよ。しかも、このメガネの、この子。この子もレベジなんですよ。マジか。え、これ、終わったっすよ。しかも俺、コストが、パーティーの編成が多分悪い。おい、壁出せんやんけ。なんでだよ。このステージね、なんと、300円以上お金がするやつしか使えないらしいんですよ。だからもう安っちいね、ユニット出せねえよってステージらしいので、ちょっとね、お高いキャラ集めてきました。リベンジいきます。さあ、一角くんがまず3匹くらいで、これ赤い敵なので、赤い敵に強い、このね、猫島くんと、
そうだね、勇者猫持ってきました。で、問題はね、こいつっすね。こいつがね、やばい。デカメガネルみたいな、そんな感じの名前だったんですけど。さあ、とりあえず、エイリアンにね、強いやつ。エイリアンに強いこの2体で頑張りながら、一角くんをやっつけたいので、一角くんに強い、このね、猫島と勇者猫ですね。で、どれか1体でも倒すことができたら、もうガオーダークゲーですよ。いや、うお、口がでかい。口がでかい猫島か。いや、マジで。1体やってくれたら世界変わるんですよね。一体やってくれよ、一体やってくれよ。おっ、キャスリーする。ここはガオーダークで、キャスリー耐える。うわ、マジか。おっしマジか。え、ちょっとリベンジいける気がする、今の俺なら。いや、さあ行きます。いや、今良かったっすね。一角くんを倒してお金一気に入ってくるんですよ。この子ね、マジお金すげえくれるんですよ。で、最初ちょっと財布上げとかないといけないっすね。あれはちょっと少なかったな。いや、これもう一個上げるからね、悩むんですけどね。いや、これエイリアンに強い水マリンちゃん出したら結構いけると思うんだけど、それまでにね、いや、この強いんですよ。いや、ここね、許容です。皆さん、どのゲームにおいても許容が大事なんでね。さあ、エイリアンに強いからな。エイリアンに強い。そして、いや、ワンパンではない。お、なんかビリビリしてる。ナイス。さあ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 、攻撃力ダウンとかしてるっすね、多分。なんかマーク出てるっすね。強い。で、なんか口でか、猫島出して、立て。一体やってくれ。いや、目がね、強いんじゃったら、ちょっとないな、全然良くないな。いや、違う。赤い敵に強いやつを今いっぱい出せばいい。相手が赤い敵が多い。いや、目が似てんの。ガオダク。いや、お財布がちっちゃい、お財布が。一気に上げる。来た。勝ちました、多分。いや、もうガオダークとキャスリー、もう僕のね、トップ2。ナンバー1とナンバー2ですよ。あ、キャスリーがナンバー1。で、ジャンヌ・ダルクがナンバー2ですね。もうさよならしちゃいましたんでね。いや、来た。これ乗り越えたら勝ちよ。いや、にゃんこね、めちゃくちゃなんか単純なゲームではあるんだけど、ね、そこがさらに奥深いっすよね。こう属性とかがあってね、そこ対策しても勝てたり勝てなかったりとか、出すタイミングとかもあったり。いや、でけえ、勝てた。次。さあ、次、金星です。金星。よしよし。まあ、最初はね、ちょっとレベル上げて、で、エイリアンですね。なので、エイリアンに強いやつを出す。で、なんか相手の城にダメージを与えたらいっぱいユニットが来るみたいなのもよくあるんですよ。だから、できるだけ相手のタワーにダメージを与えない方がいいですよ、序盤。じゃないと序盤一気に来られて、本当にどうにもできなくなっちゃうんで。だから、あえて序盤は少しだけで戦いたいですね。いや、エイリアン出しとこうか。お、エイリアン出して、いや、水マリンちゃん、出したいな。いや、この子さ、正直ゲットしたとき、わ、絶対いらねえやんと思ってたんですけど、大活躍。マリンちゃんのおかげでね、今、戦ってますから、もう大好きよね。マリンちゃん。あ、もうマリンちゃんゲーだよ、これ。さあ、マリンちゃん出したので、あ、まあ、あとガオダク。まあ、これはもう、あとお金貯めてなんか勝てそうっすね。どんな強敵が出てくるかっすね。最近すげえ思ってるのが、このね、クロノストリガーとか、テラ、アマテラス、進化できるんですよ。で、進化したら、さらになんかステータスが上がって強くなるらしいんですけど、進化したいんですけど、そう、なんか進化の素材がね、勝てねえ。全然集めれないんですね。そう、だからちょっとね、進化したいなと思いながら、そうやってる。で、なんかこの、キャスリーとかガオダクとか、まあ、限定キャラなんですけど、ここは。なんかここはなんか進化多分できないのかな。もっとユニレベ上がんないと多分できないのかな。まあ、ちょっと進化したいね。進化できるともっと上のランクいってるからね。いや、にゃんこ極めたいな。うん。さあ、来ました、皆さん。お出ましですよ。まあ、お財布いっぱいになる頃ぐらいに、ガオダークね、行っちゃいたいと思います。まあ、もう行っちゃおうか。いや、6000円、たっけペットね。うちのペット、ガオちゃん。さあ、で、クロノス、なんか強いらしいんですけど、僕なんかあんま好きじゃなくて、なんか、こいつ自体がめっちゃ攻撃力あるとかじゃないんですよね。なんか相手の動きを止めるサポート役なんでね。それ違って、キャスリーとやっぱガオダークはもう自分から前線で戦って相手のキャラ倒してくる。うお、ペンギンさあ、このペンギンちゃんもね、名前があったんですよね。名前があったんですよ。そう、これなんかね、キャラ長押しとかして名前とか出てきたらしていいんですけどね。いや、強そうだが弱そうですね。いや、もうここまで僕、盤面が揃ってるんですよ。キャスリー、ガオ、クロノスって。で、縦いっぱい出して、いや、これ突破されないっすよね。で、なんならアマチュアも出せるとね、よりいいかなっていう。あ、
いや、このね、タイミング、このもう自分のユニットが全てこう集まるときはね、最高にね、気持ちいい。石もゲットですね。さあ、続いて、水星ね、いきたいと思います。さっきのペンギンね、スターペンちゃん。スターペンらしいですね、名前。なんか、スターついてましたけどね、確かに。スターペンらしいですね。さあ、カンガルー来た。これね、カンガルーなんですよ。なんかね、カンガリュー。なんか名前がなんか独特でね、ちょっと面白かったですね、ニャンコは。これやばい、それやばい、待って、ワンパン取る、ワンパン、待って、猫ドラゴン、俺結構お気に入りのキャラですね。1500円で出せて、火力がめっちゃ高い、単体攻撃ですね。やばい、置いて、今回序盤からバカ来る。いや、これどれ出すか迷うけど、ガオー、結果ガオー、いや、マジガオーゲーですね。さあ、いけるぞ、もうガオーダーク出して、ガオーダークいれば大抵は突破できる。で、ガオーダークはね、白色ですね。相手の無属性に強いから、エイリアンに強いやつを出しておいてあげると、まあこのね、いい感じにね、戦えるから。送って頼む。ミスマリンちゃんマジで活躍爆発する。お金貯めて、ナイス。いや、勝ったっすね。結局これもう、ここ乗り越えてしまえばみたいな。あ、スターペンいるね。さあ、スーパーエイリー1もいるっすね。ワンちゃんですね、あの、星がついてる。スーパーかな多分。よし。あ、エリートか。エリートエイリーワンですね。いや、こんだけユニット溜まってさ、負けたらもう無理っすよね。勝ち確。ガオダクのおかげでなんかね、来てますね。ニャンコが俺に追いついてきた。うん。さあ、いけるよ。いや、こんな余裕だったっけ？マジで。全然勝てなかったんですよ。これマジで、本当に。はい、というわけで宇宙編ね、いや今日めっちゃ勝てましたね。いや、でかいね。シンクルゲットしたっていうのもでかいですけど、やっぱしっかり対策して挑んだっていうのが良かったかなと思います。最後はね、ガチャ引いて終わりたいと思います。何のガチャ引こうかなと思ったんですけど、まあ猫缶今回貯めるっていう意味で、今日ね、最後プラチナ、これね、チケット、これだけ引いてね、終わりたいと思います。これでマジ限定キャラ出したいですね。もう何でも出るんですよ。超激レアがもう全て出るんですよね、こういう限定が。いや、だから僕はこのやっぱ猫祭関係のね、キャラ、もうこれはちょっとね、手に入れたいなと思います。いきます。これマジでこの10体ね、どれか引いたらマジで神です。いや、ワンちゃんガオーはマジでいらない、かぶりですからね。いきます、マジでいきます。ちなみにここで神引きしたことない、今まで一回もないです。いや、本当に頼む。いきます。頼む。あー、外れやろ絶対これ。マジかよ。カタパルト、いや、しかも持っとるやないかい。いや、もうマジ、ここのガチャ、いいやつ当たらんすね。早くこのチケットもう10枚ぐらい欲しいね。ちょっとね、またチケットを手に入れたいと思います。というわけで今日はね、ちょっと、神引きならずというわけで終わりたいと思います。今後もね、ニャンコ動画上げつつ、まあ、クラッシュロイヤルの主に上げていきますので、よければチャンネル登録、高評価もね、よろしくお願いします。いや、もっとガチャ来たー。では、お疲れ様です。バイバイ。